フランココレッディは、イタリアのテノール歌手。劇的表現に適した、スピンと経営の美声、力感あふれる歌唱、輝かしい高音で知られ、激発性をも含んだ情熱、悲劇性の表現に秀でて高い人気を誇った、名テノール。舞台映えする超新の美男歌手としても著名であった。アンコーナに生まれ、ペーザロの音楽院で学ぶ。 造船会社で会社員生活も送ったが、1951年、フィレンツェ5月音楽祭声楽コンクールで優勝、同年スポレートのテアトロヌオーボで、カルメンのドンホセを歌って、デビューを飾る。1954年には、ミラノスカラザでマリア・カラスとガスパーレ・スポンティに作曲、ベスタ・ノミコで共演し、スターの地位を確立。1961年には、 ニューヨーク市のメトロポリタン歌劇場にマンディーコでデビューし、以後275回の出演を数える。独特の粘った歌い口、悪の強い表情付けが功を分けた面もあったが、ロンドン、パリ、ベルリン、ミュンヘン、ウィーンなどでも活躍。1971年と1973年の2回、来日して、リサイタルも開いている。1975年には、 メトロポリタン歌劇場の初日本引っ越し公演に参加し、ラボエームのロドルフォを歌った。なお、この時のロドルフォ役は、ルチアーノ・パバロッチとのダブルキャストであった。声量、性質ともまだ十分に、第一戦級のテノールであった1976年に引退。一説には、舞台恐怖症が原因という、デルモナコ、ディステファーノに次ぐ世代を代表するスターの一人で、 マンリーコやカラフ等を特に得意とした。他のレパートリーは、カバラドッシ、ドンアルバーロ、ラダメス、エルナーニなど。また、ベリズモ・オペラでもカニオ、アンドレア・シェニエ、トゥリッドゥ、マウリツヨ等を得意にし、同世代を代表する、ベリズモテノオールとしても活躍した。1960年代には、ややかろやかな性質に傾斜し、ロドルフォや、フランスオペラではファウストなどにも挑戦した。 得意とした役の多くを録音している。2003年10月、ミラノにて死去した。正確な死因は明らかにされていない。ありがとうございます。